静止が固まりましたか？違うんです。本日は皆様からのリクエストは結構多かったカバンの中身紹介をしたいなと思います。どうも、山純奈でございます。 Just it. というかマジで先に言っとくけど絶対思んないで。前も一回やったことあるけど、あのとりわけ何か特別なものが出てくるっていうこともなければ、しゅなちゃんってこういうことをやってるからこうなんだとか、そういうなんだろう、びっくりギャップみたいな GAP がマジで何もねえから本当に思んないと思うけど、みんなからリクエストされたっていうことで一応やってみようと思ったんだけど、なんかその中でもなんか一つのカバン紹介しても尺持たないから2パターンのバッグを用意いたしました。こちら見てわかる通り、あのサイズがね、ちょっとミニバージョンとミニマリストとデカミニスト、ミニマリストとデカリスト、もうわかんない、やめよう。あのこの2つを使って、まあ、こういう時どういうのを持ち歩いてんのっていうのを説明しようかなと思うんですけれども、まず今日実はねリアルにねこのまま出かけていたんですよ。あのこのコーディネートで、で今日はお仕事というよりボンちゃんがシャンプーデーだったんで、おシャンプー行かしてる間にリスタヌ君とブランチデートみたいなのをしてきたんですけれども、今日はデートルックみたいな感じでミニマリストで、なんでこれミニマリストにできるかって言ったら、今日着てる服はここにね、あの筒抜けバージョンポケットがあるので、この筒抜けバージョンポケットがあるときはここも使えるからおミニマムになれるっていうことでございますね。というわけで、私携帯は基本的にあのこれは別にでかいカバン持っててもそうやねんけど、2台持ってて今撮ってるのがね1台あるからあれなんだが、1つは絶対手に持ってるんですよ。だからカバンに入れることがほぼほぼない。だからこっちのあのスケジュール管理とか仕事をする用の携帯だけバックインしてるか、もしくはもうこんな時は持って歩かないですね、プライベートの時とか。早速このちっちゃい方を紹介します。これどうやってやるのが定義か知らんけど、なんかこんな感じ、ピントは顔面やめな。あ、見えた、見えた、来た来たで、来た来たんちゃう。全然伝わらないと思うんで紹介します。まずは間違いなく崩れたら困るので自分のブランドのファンデーションでしょ、パウダーのファンデーションでしょ、ピンボケがすごくねえか、あどっちかにしか焦点が合わないのね。はい、切ったらやめよう。で次にまたこれ実写商品で、別に宣伝じゃなくてガチで使ってるんだけど、グリおいごい、はい来た、あのこのほいこい、この自社ブランドのシリアスモードのプランパーラメ入りですね。今日は口紅オトムフォードさんの、やめようね、ちゃんと言おうね、トムフォードさんの 03A というカラー、そして、最近やっと持ち歩くようになりました、見えて見えな、見えてんの、まあいいや、目薬。そして最後に極めつけが、香水。私このねシャネルのね持ち運び香水、これいいんです、パッと出して。ピント問題大丈夫ですかって、ほらピント、ほら大丈夫、消えればいいのか、私が無理だね、どうしたらいいんでしょう。でこれがもうこうシュッシュッとできるような感じになってて、香水を持ち歩いております。であとは本当に今日はポケットの中にタバコ、ライター、でケツのポケットに鍵しか持ってなかったです。気になるのはこちらですよね、千札が見えておりますが、今日はね現金も使いませんでしたが3万2000円の現生と、これは私個人のクレジットカード、そしてこっちは私の法人カード、会社のカードですね、まあ、いつ何があるか分かんないんで持ち歩いてます。これさ IC チップだからなんとなくどうでもいいんだけど、なんか磁気ってないもん挟もうと思って、磁気と磁気がなんか変なことにならないように謎にヒルトンのメンバーズカードをこのような具合に間に挟んで持ち運んでおりました。これで、その磁気が弱らないかどうか知りません。
何言ったやろ、おもんないやろ、何のときめきもなければほら葉山ってやっぱこんな感じなんだみたいな、なんか適当やなーっていうのが分かるだけの話でしょ。まあ、ちょっとでかい方はね若干違うからごっつい方のバージョンをお見せします。じゃじゃーん、このトートバッグバージョン、トートバッグバージョンっていうか、これなんか私は基本的に仕事行くときは基本こっち、ちっちゃいバッグ持っててもここに入れたいものを車の中に置いとけるんだよ、うち運転手がいるから。だからなんかちっちゃいかも出るときもあんねんけれども、基本このサイズで出かける仕事のときは。なぜかというと、まあ、からくりはこの中身にあるんですが、サップ系だし全部真っ黒でね、紹介していくね。仕事モードの時はですね、香水が違います。私の香水の一番ベターなのはこちら、ピンとこの野郎、ブルーデシャネル、こちらもですね、こういう風にシュッてやってこうシャシャッとできるような、また振っちまったよ。 Just it.仕事というか、私は普段は基本的にこのメンズのシャネルを使ってあります。今日あったかいね。あったかい時に限ってニット帽とかかぶっちまった。私そしてこちらですね、何飲んでんのと思ったよね。醤油ではございませんよ。あの最近ほんまにエステプロラボさんにドハマりしておりまして、エステプロラボさんの商品を片っ端から試そうみたいな、まあ、別に片っ端から試してないんですけど、この前ちょっとあのお食事に行かせていただいた時にね、なんかクレンズのムーミン無臭の、しかも私の大好きな炭を入れれるというクレンズに効果があるパウダーがあるっていうことで、最近これ持ち歩いてます。このクソ、これは映ってくれ、あ、この辺に持っとけば映るんだ。ごめんなさい、今カメラ確認しました。これです。こいつを入れただけの、もともと透明の水なんだけど、本当にねちょっと入れただけでこの色になるの。この本当に真っ黒な、何飲んでんだろうって感じだよね。もしかしたらディズニーランド入れないかもしれません。でもこれね、あのすごいよくて、デトックス効果がすごいです。本当にこの水にぶち込んで、そしたらさ、なんか飲まなきゃいけないじゃん。私水分もね、ドリンクビッチのくせにあんまり取らないから、これをこうぶち込みながら、まあ、これ車とかだったらお水をこうやって手で持って、これは外のお店とかのやつにもパッパッパって入れれるんで、なんか持ち歩いてます。見た目も可愛いしね。顔ごと行かなきゃいけないんだった。行っても無理じゃんか。あんただけ行きなさいよ、会いなさいよ、ピンと。ああ、こっち来たわ。こちらです。C っていうならほんまこれが違うだけなのになんで先に見せたんかもよく分からへんけど、お次がこちら、ポーチですね。メイク用品をもうちょっと多めに持っていきます。っていうのも、何じゃあ持ってんのっていうことなんだけど、他はですね、さっき見せたもの以外、つけまのりが入ってんのと、あとリップがね、もう一カラー、すごくベージュなオトムフォードのちっちゃいやつ、これを入れてやって、でこれはどういう気分で入れてるのかもよくわからないし、こちらボビーブラウンのハイライト、キーリップ姫からプレゼントでいただいたんだけど、なんと鏡がついてんの、すごい便利です、ごい気に入ってるよ、ありがとうプリンセス。シェーディング、ナーズのシェーディング、それらを使う筆たちがこのまんま入ってんのと、こちらですね、もうこのピンとクソやろ、こちらはですね、これ便利なんですよ。シャネルで売ってるんですけど、バーンみたいな。キャップがつけれて、ここちょん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 って、シェーディング塗り足せるみたいな。ただし、全然筆はね、柔らかいんだけど、密度高すぎ。でも、すごく便利だし、すごく可愛いので、筆がこの2つ。他はね、同じ、さっきと同じなんですよ。ノベルティだった。こんなんでもピント合わないの？ちょ、もうこれさ、ピントと勝負動画になってない？大丈夫？あ、来た。来てね。あ、来た。来てね。来いよ。あ、来ね。どうだ？あ、来た。うん。来た。うん。なんだ？あ、もうどうでもいいね。あ、見えないね。で、これが入ってんのと、あとさっきのと違うのは、タバコもね、ポケットじゃないので、今日はジップを持ち歩いていたんですが、ジャスティン・デイビス様のジッポライターと吸ってるタバコ、
もうほんまに何が違うかって言われると多分ここじゃないですかね。財布と名刺入れ。名刺入れはおしゃね。おしゃねね、たまたまここにあるんだけど、前はね、実はこれ前はねじゃないよ、ごめん、あ、前のか、長財布とおそろやったんですよ。私がね、最近使ってる長財布はっていうか使ってないんですけど、ほぼほぼもうちっちゃいのだけでこっちになったんですけど、私シャネルが実は好きで、ただしシャネルはモノトーンに限るんですけども、このやつに名刺をぶち込んでます。一つ見せれる名刺がありますので、私こういうものでございます。日焼けサロンのオーナーではございません。黒で、後ろにね、あのお店のあのブランドの、見えねえな、この色彰、これめっちゃ使ってますね。もうこれに関してはほんまもう5、6年使ってんちゃうかな。で、こちら最近私去年末からずっと使ってるんですけど、サンローランの真っ黒真っ黒があったんですよ。このサイズいいじゃんと思って、めっちゃ良くないですか、このパカッて開けてパカッてと、カードもまちまち入って、小銭ケースのこの好きでした。何より札が3つに折れないというのがね、私的には気に入っております。このサイズのお財布を入れているというだけの、私のカバンの中身紹介は以上でございます。というかね、私本当に歩いて移動っていうの、電車で移動しないから車の中に積んであるんですよ。結構ハンドクリームとかネイルオイルとか、タバコ吸うから車内でも、あの服とかの匂い取るようなシュシュってやるリセッシュみたいなものとか、あとなんだ、タバコも補充してあるし、基本だからそう、車とセットで早まって生きてるんで、なんかそのカバンだけで移動する、まあだからデートだよね、今日のデートみたいな感じだと、あ、まあ本当に物をごくすくで、ごくすく、極小、極小ですね、あの極小でお出かけしております。だから言うてん、全然思わないでって、これを知ったからには皆さんね、あのぜひ心に留めていただきたい。葉山純奈がこれ以上何かを持ち歩くことってきっとないと思うの、めんどくさがり屋だから。だからあのカバンの中身紹介は至って本当に面白くないと思いますんで、やめよう、やめていこう、みんなでやれば怖くない。よくわかんないですけどもということで、あの私のカバンの中身の紹介は以上となります。いかがだったでしょうか、面白かったですか。なんかほんまになんかこう、こんなんでええんかなと思いながら喋りましたけども、ということで、まあ、本日も一応 YouTuber 的なことをやっておきましょうね。この動画良かったなと思った方はグッドボタンを、そしてもう見たくないしマジで思うんだし、まあ、ちょっとこの動画に限りはちょっと違うんですけれども、いざ次も挑もうかなっていうふうには思わないっていう方に関しては、出口はあちらの方です。出てっていただいて、もう二度と来ないでいただいて結構でございます。はい、ということで本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。Listen to me. 隠してた願望はリスキー。I don't start it.